なんだここは。なんか、あれ、あれ、あおちゃん、あれ、なんで、何、あれ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 、何、え、あれだってさっきトイレ行ったよ。あなんか元気が出た。もうお腹いっぱいです。もういいです。あれ、どうした、あれ、どうした、あれ、しょー、あー、入国は、あれ、兄弟、いや、兄弟じゃない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 、間違えた、間違えた、ここ兄弟じゃないです、間違えない、何兄弟、俺たちは兄弟じゃない、俺たちは兄弟じゃない、分かってる、分かってる、聞いてます、聞いてます、どうしたの、ようこそサイバースペースへ、伝説の英雄たちよ。英雄たち違う、声優、声優、そう、声優たちだ。正解、全員無事仮想空間にジャックインできましたね。ジャックインじゃない、私は AI のクリス、このネットワークの管理を行っています。スロットが当たったよ、クリス。クリスのそのクリスさんが何だよ。私は賢者と呼ばれる AI のコーダ、今回の解決策を考えました。お、お、解決策って何だ、まず問題は何だ、問題が、問題が、かなり動揺しているようですけど、あなた方は伝説のハッカーの皆さんですよね。ハッカーじゃない、ハッカーじゃない、違います、ラニカーでもないし、ハッカーはいないぞ。投げやりたら違うんですか。違います。これ兄弟は通貨かもしれないけどね。ではあなたたちは一体何者ですか。一応職業は世の中の人たちから声優と呼ばれてる人種です。はい、そうだ、声優です。そうだね、声優です、声優です。これはん、何、もっと声を聞かせてもらえませんか。声、いや、ちょっと事務所通していただかないと。そうですね、リアル。声を聞かせてもらえませんか。人工知能に感情が出せる。しゃべり切れるなよ。これ今結構しゃべってるよ。江口、俺たち頑張ってんぞ。いい声ですね。あ、いい声だ。これなら大丈夫。褒められた。皆さん思う存分に戦ってください。戦うってどういうこと。ご説明しましょう。お願い。人間の内側に満ちているエネルギーは意志を持って発した声に宿ると言われています。人狼バトルで戦い、その声をぶつけ合えばより大きなエネルギーを生み出すことができ、その声のエネルギーでネットワークを侵しているウイルスを除去することができるんです。皆さんどうかこの電脳世界を守るため人狼バトルで戦っていただけませんか。俺たちで作ってやろうよ。そうだ、そうだ、じゃねえよ。では人狼バトルスタートです。青井翔太、江口拓也、木村良平、菅沼久義、杉山範明、高橋宏樹、豊永俊之、野島健二、野島博文、畑野渡、畑野渉、水島隆弘、水島隆弘、安本博樹。人狼バトル、人狼 VS ヒーローズ。皆さんの前に椅子が並んでいますので、好きな場所に座ってください。好きなところに。椅子の上に置いてある封筒はまだ開けないでください。なるほど、ちょっと考えていいわけね。じゃあ絵面的に大事な人はここら辺にいた方がいいよ。そうだね。でもな、ちょっと俺がこの席が好きでもその席が俺のこと好きか分かんないから。でもちょっとなんかなんとなくね、安本ちゃんは真ん中にいてほしい気持ちあるよ。なんとなくそこ行ってほしい気持ちあるよ。みんななんか早いですね。じゃあ俺最初にいたここにするよ。ずるいずるいよ。年だから一番近いところに。ずるいよ、言ってる間に席が。兄弟揃っちゃった。あ、すごい。もう怪しいぞ。怪しい。それではルールを説明します。この中には5人の人間がいて、その中に
人王子が含まれています。僕のことだって僕のことだみたいな。急に一人だけだよ急に。どうしてもそうだ。人狼ゲームは味方になりすました嘘つきを会話で見つけ出すゲームです。サイバーワールドに呼び出された12名の英雄たち、そのうち3名は人間に化けた人狼です。英雄たちは3匹の人狼を追放しなければなりません。追放できるのは1日に1人、日暮れ前に多数決で決定します。夜になると誰か1人が人狼に襲われ、翌朝追放されてしまいます。追放された人の正体は決着がつくまで分かりません。こうして昼と夜を繰り返すうちに彼らの人数は減っていきます。何名が追放されても人狼を3匹とも追放したら人間の勝ち。それよりも早く人間たちを追放して人狼と同じ数まで減らしたら人狼の勝ち。人狼はお互いを人狼だと知っているので仲間をかばったり嘘で推理をミスリードできます。一方人間には3名の能力者と王子、そして裏切り者がいます。預言者はあらかじめ人狼ではないものを一人知っていて、怪しいと思った相手の正体を夜に見抜くことができます。霊媒師は追放した相手が人狼だったかどうかその夜に知ることができます。預言者や霊媒師が分かるのは人狼か人間かだけ、能力者や裏切り者かどうかは分かりません。ボディーガードは夜に選んだ誰か1名を翌朝まで人知れず人狼から守ります。人狼のターゲットをボディーガードが守った場合、人狼は誰も追放できません。ただしボディーガードは自分自身及び2夜連続で同じ人を守れません。王子は夜に人狼に襲われても一度だけ追放を免れます。またボディーガードに守られた王子が人狼に襲われた場合、王子の加護は消えません。ただし王子は自分が人間だと思っていて王子であることを知りません。そして裏切り者は人狼を勝たせるために行動します。特別な能力を持っていませんが死を恐れずどんな嘘でもつくことができます。なぜなら自分の死で人間が一人減ればその分人狼の勝利に近づくからです。人狼と裏切り者は味方同士でもお互いの正体を知りません。12名の内訳はご覧の通り、役割はランダムに決められるので自分以外の誰がどの役割なのか分かりません。でもどの役割が何人いるのか知っているのでそれがヒントになります。人狼を全て追放し人間が勝つのでしょうか、人間を騙し寄せ人狼が勝つのでしょうか、それはまだ誰にも分かりません。その封筒の中にはカードが入っています。カード、自分の役割が書いてあるカードが入っていますので他の人には絶対に見えないように。なるほど。まずは一人ずつ、こちらの江口さんから確認していきたいと思います。はい、この時のリアクションもヒントになりますから気をつけてください。いや、あいつは人狼だ。それでは江口さんからどうぞ。知り得ないシエロさんから。人狼、メガネに映る、メガネ、メガネ、メガネ、映り込み汚いね、映りかねない分厚さだからな。何その小芝居。わかりました。やしいな、やしいな。わかりました。次の方、
カードを見てください。陽平くん、あ、うん、いや、いいね、クールだね、クールだね、ちょっといつだってクールだね、あ、あ、でもちょっと顎外れちゃった、顎外れちゃった、なんだ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 、めったに指令が安全だった。それでは次の方お願いします。俺だ。誰だよ。みんなみんな分かった、頑張ってね、頑張って、タカさん頑張って、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 頑張ってね。うん、なるほどね。負けない、負けない、負けないで、負けないで。もったいぶらないよ。あら、次の方、はい、お願いします。お、母既得するかい。帰ってくれ。じゃあ帰ってくれ。じゃあちょっと帰ります。大丈夫です。次の方、お願いします。はい、安本見ます。お、いいよ。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 てってれー。顔が把握しました。次の方お願いします。はい、はたのさん、はたのです。すみません、あーもうずっと表情が最初からね、表情が曇ってる、大丈夫だよ、長野のリンゴのことを思い出して、大丈夫だよ、大丈夫だよ、よろしくお願いします。頑張れ、頑張れ、よろしくお願いします。次の方お願いします。はい、じゃあ拝見します。怖いなぁ、見えちゃう、前から前から、なるほど、なるほど、なるほど、うん、はい、わかりました、ありがとうございます。次の方、お願いします。おーい、気楽だぞ、すごい、お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 、次の方、お願いします。はい、おお、おマジにマジか、入れ替わってる、魔法、魔法使った、入れ替わる、毛がついてたの、毛がついてた、猫の毛がついてたね、大丈夫です、大丈夫、次の方お願いします。うん、豊永くん、お、どうだどうだ、合格できたかな、合格、なんだなんだ、まさか前の書いてなかった、微妙な顔面だぞ。どっちなんだろう。どっちだろう。それでは江口さんから順番に自己紹介をしていただき、最後に私は人狼ではありませんと宣言してください。はい。立つんだ。立つ。一人が立つとみんな立つ流れになるじゃん。前が立つとパンしなきゃいけないから大変なんだ。江口咲也と言います。人狼大好きなので今日は楽しみにしてきました。私はコンセプトだよ。連れてこられたのよ。私は人狼ではございません。なんというポンコツ感だ。木村良平です。あれだ、構えてるの、今日は一生懸命頑張ろうと思いますので。あ、僕は人狼じゃありません。どうぞ。あれ、クールだね。え、何、一芸用披露会だった。クルーだった、クルー。はーい。はーい。急に次回予告みたいな。違う。テンポよく行こう。そうだね、そうだね。水嶋貴博って言うんだ。僕は人狼じゃないよ、イエーイ。イエーイ。高、さすが高。はい。僕は。遅れて、遅れてる。遅れて、遅れて。ケンジだよ。あの、どんどん最後も俺がやりにくくなるんで。もう3点かっていいですか。かわいそう。かわいそう。すっげえやりにくくなるんで。かわいそう。すいません。ラストですね。あんまりこうゲームとか苦手なんで、あの、人狼ではあるけど人狼ではありません。はい。おー。はい。わかるんじゃない？シグマセブンから参りました、野島博文です。こちらが弟で、こちらが兄で、今日は、セットでやってきたんで。どっちかがバーターなんですか。事務所違うのに。ツッコミはどっちの方になりますか。ツッコミどっちかな。どっちもボケ。ツッコミ。どっちもボケだけです。ダブルボケです。私は人狼ではありません。兄です。そうですね。はい、確かに。間違いない。はい、菅沼久志です。好きな言葉は情熱です。自分で笑っちゃった。自分で笑っちゃった。情熱で行こう、情熱で行こう。私は人狼ではありません。
お茶の間は早くしろ早くしろだって。どうせカットされてる、はい、全部カットかな。はい、どうもシグマゼブンから参りました安本博樹と申します。一つ上の男になりたいと思います。つなげてきちゃった、つなげてきちゃった。どんどん顔が硬くなってくる。いやいや顔が変えないことばっかになってくる。あ、面白い。はい、畑野渡ると申します。おじいちゃんみたいな。畑野渡ると申します。上京してすぐにですね、新聞の契約断りきずに4紙同時に、やってまして、よいい人、もう本当に嘘がつけない性分でございます。私は人狼ではございません。よろしくお願いします。はい、そして、杉山則之です。そして何だろう、皆さんみたいにちょっと面白いことが言えないんでちょっとあれなんですけども精一杯楽しみたいと思います。はい、私は人狼ではありません。再び人狼にやってまいりました高橋博樹でございます。はい、まあ皆さんの人間側の足を引っ張らないように頑張っていきたいと思います。私は人狼ではありません。うん、正しい。この世界に嘘を突き通せる人っているんでしょうか。青井翔太です。用意してたかこれ。私は人狼ではありません、王子です。さっき楽屋で練習してた。見た見た見た、油断してた。一番やりづらくなっちゃった。座り順考えた方がかった。すげースタンダードなやつ来てくれるだろうなって思ってたらあらら。一番の飛び道具座ってるからね。大丈夫大丈夫。はい、スーパーエキセントリックシアター所属豊永俊之です。このサイバースペース、仮想空間に、そうだった。はびこる、もう噛んでるウイルス、ウイルスたちをがにウイルスたちにあれもう侵されちゃってんじゃない。ウイルスもう侵されてるぞ。ウイルスに立ち上がりつつあるあ私でございますけれども、最後のあの一言だけ、ね、人間に人間人狼じゃない人間じゃない人間じゃない人狼じゃない人間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 じゃない人狼じゃない人間じゃない人間じゃない人狼じゃない人狼じゃない人狼じゃないぞこのバカバカバカ。トリッキーすぎるんだよ。それでは人狼バトルを開始します。あ、いきなり始まっちゃうのか。あ、もう始まっちゃうの。もう会議じゃなかった。会議が始まる。でも、面白かった。初日だもんね。何も探れないまま終わっちゃったから、うん、まあなんかね、アクションを起こす起こさないもんね、うん、面白かった。情報がゼロ、自己紹介しただけですから ね、全然分からない。まあでもとりあえずもう今日の昼にはこの中で一人もう炙り出さなければならないと。うん、うん、うん、もう今一社も取ってないの新聞。今はそこ気になる。ちょっとどこまでだってどこまでいいんですよ。今何社？今は撮ってないです。今とはよかったよかった。ネットニュースで2チャンネルのまとめを2、3社。それニュースって言えばそのニュースだったちょっとね、ちょっとソースが安心しました。安心しました。なぜここで尺を使おうと。そうなんですよ。怪しくなるよね。結構怪しいよね。それも一つのポイントよ。急に減ってくるから。ボケたかっただけ。ここでの発言は難しいですね。今の自己紹介とか聞いて何か思うところがあった人がいるんですか。はい、野島兄弟は人間だと思う。おえその心なんで。絶対何かやるじゃないです。やる流れができたじゃないですか、うん、なんですけど割とあっさりしてたんね。なんで、うん、特にケンジはさっきこう裏で役職やりたくねえなってずっと言ってたんで、ずっと言ってたんでほっとしたのかな。なるほど、分かりやすい。そんなこと言われますよ。役職すらないってことね。役職、うん、役職、役職ね、ニートニートなのかな。ニート俺新聞配達。新聞配達。あ、じゃあ行った。だからもうね、家族のためとか言わないでください。本当に取っちゃうから。もう大変だから、もういろいろノルマがあるからね。ノルマがある。洗剤山盛りでしたからね。まあ、言った後動きはなさそうなのかな、うん、怪しいっていう人はないかな。本当にかすかにだけど、かすかにだけど、やっぱり自分が人狼になったという場合、何とかして人間を騙さなければという心理が働くので若干上がるかな。だから自己紹介で上がり目だった人は怪しいのかなって気がします。すごい上がった人いた。めっちゃ神神神神神神神上がり目がいた。人間じゃないって言ってた人が自己紹介してる。顔がもうねめっちゃ持ってなかった。かばう気はねえけど、あれを参考にしているかどうか分かんない。
だとしたらもうちょっとなんかしますよ。そこまで下手じゃないんだよみたいな。そうだね。最後っていうプレッシャーにここまでちょっと君だよ。君だよ。大体公開ダメだし、その流れを使って。分かんないよ、多分。一生懸命あの練習してたのは間違いないんですけれども。してたんだやっぱり。してました、してました。でもなんかこう皆さんの自己紹介を見ていて、こうやっぱり完璧に装ってそうなのがなかなかいなかったっていうのがあるんですよね。なるほどなるほど。それなりにこう動揺してる方もいらっしゃったかもしれないし、いや多分みんな次どういう面白いことやろうかなっていう。多分それしかなさそう。それですか。すごい真剣に考えちゃった。でもなんかね、江口くんね、なんか今日着てる服がですね、あそこ取っかかりにする一緒だね。顔じゃないか。トラ？アニマルっちゃアニマル。トラアニマルだね。でも僕もヒョウなんですよね。あれ、あれ言うたら俺もちょっと、ああ、うん、僕もでもねちょっとだけ入ってるんだ。あれ、あれ本当だ。結構仲間意識が出て、ただ狼はいないってこと。ヒョウはいない。ヒョウは3人いるけど、ヒョウしかいない。人ヒョウ、人ヒョウ、国家がありがたいな。全く今のところね、あのそれぞれの役職もまだそうですね、伏せている状態ですから、これはアットランダムになるか、まだ言わない方がいい感じ。特撮作戦、そうですね、っていうことですかね。でも結局リーダーになってます。リーダーになってますけど、まあ別に言うは言わないよ、その役職持ってる人の判断だから、うん、確かに何とも言えない、うん、でも一人は必ず出ちゃうので、うん、その人がね、うん、役職になっちゃったらこう吊るし上げちゃったら、ちょっと我々の、うん、やっぱり、うん、そうね、そうデメリットでしかないので、不利でしたよね。そう、人間側、え、ただ預言者は知ってるんだよね、一人。預言者、そう、仲間知ってるのね。仲間はいるんだ。預言者の人がどのターンで言うのが一番有利かってことで、そうですね、そうなってきますね。そうね、まだちょっと人が多すぎるから、今言うのはリスキーかもしれない。1週目だしね、まだね、1日目だもんね。なんかすげえ観察してる。まあそうだね、なんかね、今日兄弟の勘も働かないです。あら、前回なんか適当な勘働かない。この言葉がよ、結構惑わすのよ。でも当たる時当たるから。お互いが人狼だったらこういうこと言うかもしれない。でもと、こう人が失敗したなと思ったら、うん、正面に座ればよかった。あ、隣だから、あ、そっか、隣だから分かりやすい。なんで俺を倒そうとばっかりするの。仲良く、兄弟仲良く、仲良く仲良くしましょう。もうね、でもまだすぐ追放しようとするの、ね、水島さんまだあんまり喋られてない感じがします、ね、え、俺より傭兵の方が喋ってるくない、うん、そこの二人も、まあ、二人は喋ってないね。あのなんかどうこうじゃなくて喋ってねえなとは思って、うんうん、どうですか、どうですか、結構喋ってお二人は。俺はもうやっぱみんなと同じように分かんないけど、ただ畑野さんに関して言えば、もう最初の自己紹介がね、こうこうこういうエピソードがありました、本当に僕は嘘がつけないんです、僕は人狼じゃありませんだったんですよ、うん、人狼だったらあそこまで言えないと思うんですよ。あー、もうちょっと人狼だったら僕絶対嘘つけませんみたいなこと言わずに、もうちょっと曖昧な感じにして僕人狼じゃありませんしないと。それ絶対ハトノさんの性格も含めてる。パブリックイメージとね、命乞いに近い感じで。命乞い、命乞いは多分あそこまで、あそこまで真っ直ぐな嘘は彼の両親が許さないと思って、じわじわしてどんどんちっちゃくなるか。本当にこれに左右されたくないけど、言わんとしたことは次は分かる。え、でも自己紹介ってそういうことでしょ、きっと。そう、そう探っていくのは、まあ仕掛けられるかどうかっていうのはそこで多少は分かるとね。じゃあ畑野くんは白人間です。ではじゃあ人と識別を仮に仮定で一つをして、うんうん、どう思ってる。いやー全然今んとこ分かんないおじいちゃんが。なんでちょっとおじいちゃんが分かんないけどもね。みんな頼りになるんですよね。頼りにしちゃうんだ。そうなんですよ、みんな堂々としてるから。一番迷い込んじゃいけない子がこの村に迷い込んだ。小鹿が来たんだね。いやもうだからみんな、その疑おうと思えば みんな疑えるし、例えばこの何にも悟られないようにパッて喋ってる人も疑おうと思えば疑えるし、でも自分の本心の中ではそういう人について行きたくなっちゃうっていうところもあるんですよね。なるほど。だからリードしてくれてる安本君とか。いや僕はでも死のリスクを背負ってるけどね。よく喋る人危ねえから。あ、まあ、なるほどね。ただちなみにだから、でもよく喋る人に行くのはちょっと理由がある程度いるけど、喋、うんうん、らない人には喋らないことが理由になるじゃないですか。まあそれもね、喋ってないから、うん、だから喋った方がいいんだと思う。
そうそのままでは、うん、役職だったらね、うん、前回もそうだったんだけど、うん、俺が喋ろうとしたら狙わ狙ってあ、サムさん大丈夫です、サム喋って、前回、人狼やらせてもらった時に、うん、まあ、結構なんか多分ね、喋ってないって言われてるんだよね前回も、うん、あ、で、そう、で、その時は人狼だった、その時、俺何もなかった、役職なしか、役職ない、全然役職ない、喋っても喋っても喋ってないって言われちゃうんだそれカットされてるってことじゃんそれオンエアだよ、オンエアだよ、かわいそうだしそれ、俺を惨めな思いさせて喋ってるカットされちゃうってかわいそうなやつじゃねそうじゃなくてそれ面白いじゃないこと喋ってたんだねひどい、ひどい、まとめ落とさないでまた落ちちゃうから杉山さんは、杉山さんはあんま喋らん、まあ元々でしょ、喋る人ではないけども、やっぱり最初のターンって取っかかりが少ないから、うん、やっぱりある程度みんなの意見を聞いてからじゃないと、うん、で、あの前の時にあの思い込みすぎて最後の最後ま で、ね、あの人狼を信頼してたっていうパターンに陥ってたから、この人は違うってやっちゃいましたもんね、もうなるほど、かなり早い段階から実は、まあね、後で V を見たら分かったんだけど、そういうなんか思い込みっていうのが一番危ないから、最初はニュートラルなポジションからちょっとみんなの意見と聞いて、そうね、ひれひれ見てます、ちゃんとやってる、そう、冷静、勉強になります。岸尾さんにめちゃめちゃ騙されちゃった。岸尾さんだったんですよ、その時は。トリックスターが、うん、すごいですね。トシコは？俺は、まあ、座り位置的にね、こっちの人たちをなかなか見れないからこっちを見てたけど、そうか、座り位置大事ですね。確かに大事ですね。ただやっぱり俺は個人的には一番最初にその誰をどうするかっていう話じゃないプライベートの話をした菅沼さんが、なんだ俺を疑うのかリハーサルの時もそうだっだリハの話を持ち込みます、だって残り1分です、残り1分です、まあ、でも材料としたらそれしかない、俺本当に何も考えてないで面白いかなと思って振っただけだからそれやっちゃったのかな、でもこのままだと集まっちゃいますよ、うん、役職の有無を聞くべきかどうか迷ってるんだ今、うん、役職、あ、まあそうです ね、 役職があるね、役職があるから死んで大丈夫、死なない方がいい、俺、うん、俺は死なん、でもあのね、人間だから死なない方がいいと思う、うん、人間だから死なない、でも役職はない、ああ普通の人間、なるほど、でここで役職だったら言うもんだって、何々ですって、うんうん、こんなにもし怪しまれてるんだったら ね、 ね、だから人間なんですよ、ね、いや今のは限りなく素人に、ね、人間なんですよ今の発言は、生き残ろうと思ったらだって逆に役職って言うんですよだと思う、うん、あ、マジで人間、ただの、そうかそうか、そうか、絶対今ので人狼だった場合、そうか、そうか、そうか、死にたくない、死にたくない、投票の時間です、投票の時間です、人狼だと思う方にバラを渡してください、いや難しいぞ、難しいな、動きずれ、これ急に分かんなくなっちゃった、最後の聞かなきゃよかったな、そしたら渡せたら、首の皮に取っかかりがない、言わなきゃよかったんだよな最初ね、安牌っちゃ安牌なのかな、どうなんだ、もう動けない、何もないから、いく、ごめんね、はい、リハーサルやりましたよね、リハーサルやりましたね、はい、その時に比べて圧倒的に口数が少なかった、ああ青井翔太ですか、あ、じゃあそういう意味では僕も早めに行きますね、やはり喋らないは罪だと、あ、なるほどね、あ、うーん、なんか葵からもらえるってちょっとなんかいい、ちょっと嬉しい空気が違うし、ちょっと立ち位置ランダムマドンナだからね、それはもういいんじゃない、じゃあ俺からあげるよ、はい、いや、なんか喋らないというポイントで言うと、うん、なんとなくそこは分かんないんだけど、でもね、確かに言われた通りで俺もヒロさん喋らんなって思ってた、ほんと全然票がばらけてる、逆にもっと喋ってほしかった、あれ以上こいつ結構リードしてた、結構リードしてましたけどね、じゃあちょっとバラけさすという意味も込めて、バラだけ、バラだけにね、ありがとうございます、はい、なんかありがとうございます、いや違うんだよ、え、2票ルール2票あるのはヒロさんだよ、私、うん、2票、そうか、
これでどうするかなけど、でも僕はなんか僕全然わかんないといつもただの山勘だけに頼る。あれ、おお、なんだ。でもこれはあの気持ちです。気持ち、怪しいなってことじゃない。気持ちが悪い、気持ちが悪い、最初だけ気持ちが悪いってこと。気持ちが悪いってこと。でもここでね、波多野さんね、ばらけさせたいだけです。あ、どうもありがとうございます。悪気はないです。でもこのままだと落ちちゃうから、ちょっと話を聞きたいってことで、まあ確かにリハより喋ってないから、それだけ、それだけ、本当それだけしかない、それしかない。いや、あと兄、お兄ちゃん、兄だ、兄、ここでちょっと喋ってほしいという。とこのままちょっと、あ、でもそこ話、そこ話聞けると、この時点で、まあでもそうか、いいそうですね。そう、2の人、2の人が話聞けるから、聞けるのがいいのかどうかも、そう、わからないけど、決めちゃうのか、ちょっとその、挙動がどうだったのかっていうのをちょっと、あの、一緒に聞いてみたいっていうのが、はい、全員の投票が終わりました。今から決選投票を行います。2票をお持ちの方はその場にお立ちください。結構いる、ね、最終弁明をしていただきます。野島さんからお願いいたします。はい、もちろん人間です。で、まあね、ここだからもう言うしかないよね。役職ありますんで殺さないでいただきたいですね。はい、以上です。よろしいですね。はい、では安本さん、お願いいたします。役職があります。しかも絶対に死んではいけない役職です。なぜならば預言者ですもここまで言います。で、ひろきさんを教えてもらいました。ひろきさん白でしたね。だからもう潜伏をしてたんすわ。だからボディーガード守ってください。以上です。では葵さん、お願いします。はい。僕はお二人のように役職は持っていません。普通の人間です。なので、まあ、村人側としたら一人いなくなるのはちょっと危ないかもしれないですけど、ただ僕はこの中だったら、うん、いなくなってもいいと思ってますけど、もし残ったならば、占っていただければ人間だと分かると思います。ありがとうございます。では豊永さん、お願いします。はい、人間です。役職をお持ちの方がお二人いると、そして安野さんが、預言者だと、いうことをおっしゃったので、僕も役職はないです、役職はないので、そういう意味で言うと、今回通用するというところに関して、不利になるのか、有利になるのか分かりませんが、僕に投票するという意味では、村人を、人間を、追放するというところで、致し方ないのかなというふうには思いますが、皆様の判断にお任せしたいと思います。はい、では決選投票を行います。4名は前へ。では誰に投票するか決まった方は手を挙げてください。3、2、1、どうぞ。野島さんに指を指した方は手を挙げてください。1、2、3、4票。安本さんに指を指した方は手を挙げてください。0票。葵さんに指を指した方は手を挙げてください。1、2、3票。手を下げてください。では最後に豊永さんに指を指した方、手を挙げてください。1票。ということで本日追放されるのは野島博文さんです。では別室へ移動してください。はい、ケンジ指さした。そこが気になるとこ。口笛がうまい。
僕先ほど役職ありと言いましたが、僕が預言者でした。さよなら。野島博文追放。僕としては喋ってない喋ってないって言われたんですけど、喋ってたつもりだったんですけどね。まあ普段からあんまりね、たくさん喋る方ではないんですが、大勢がいるところではおとなしくこう静観するタイプなんですが、それがあだとなってしまったのであれば、次は、たくさん喋りたいなと思うんですが、そうするとボロが出そうだしな、難しいな、やっぱ人狼難しいなと思いました。ケンジの動向を後でこの作品見て、確認します。ケンジが僕を指を刺していたのか、それが気になって仕方ありません。以上です。一日目の話し合いが終わり、日が暮れて恐ろしい夜がやってきます。さて、英雄たちが目をつむっている夜には何が起きているのでしょう。人狼はゲームマスターの呼びかけで目を開くと、身振り手振りで追放する相手を選択します。預言者はゲームマスターから密かに誰か一名の正体を教えてもらいます。霊媒師はゲームマスターから密かに昼間に追放した相手の正体を教えてもらいます。ボディーガードは今夜誰を守るのか、ゲームマスターに伝えます。朝が来ました。皆さん、目を開けてください。むにゃむにゃ。昨夜、人狼に追放されたのは、木村さんです。木村さんは何も喋ることができません。遺言すら。別室へ移動してください。木村良平追放。皆さん、かつて木村良平だった者の魂でございます。早かったですね。もうちょっと遊びたかったなって気もしますけど、まあまあまあ、夜にやられたということはね、手強く見られたのかななんて、ちょっといい風に解釈しようとは思ってますが、人狼が果たしてどういう考えをしたのか、場合によっちゃとても手強いかもしれないです。別室で見届けたいと思います。残るはこの10人。それでは今日も人狼を探していただきます。とても想定外のことが起きました。なぜ安本さんがやられてないんですか、ね、多分それはボディーガードが守ったかと思ったんだが、僕はしかもずっこいことに、自分が預言者だからね、ずっこいことにひろきさんしろって知ってたから、確実に行くならそっち行くだろうと思ったのね。なのに良平が行かれてるから、あやーと思ってます。多分今はボディーガードは誰を守った、いる、俺かひろきさんだと思う。なるほど、っていうことになれば、あ、じゃあそれをかわしてるっていうかもしれないし、なんで木村君、そうだな、木村君っていうのが不思議ですね。そうなんです、うん、特に怪しまれてなかったのかなっていうの。ちなみになんだっけ、死体見れる人って霊媒師、霊媒師がさっき今言ったヒロさんが人か人狼かだっけ、あ、でも教えてもらったんだ、まあ、でも僕はもうはっきり言います。僕はもう預言者です。預言者で、さっき今のターンは杉山さんが占いました、はい、杉山さんは白です。おお、人と出ました。当然私、ヒロさんと杉山さんは白ということで前提で進めていただきたいです。多分俺、おそらくこれは俺は遺言になる気がするんだ。そうですね、次を狙うとしたらそうですもんね。そうか、あ、そうか、2回守れないから、ね、ちなみに、はい、霊媒師がここで
確定させれば、ね、言ってくれたらかなり、うん、そうだったらもう信じられるから、うん、さらに仲間が増えるんですよ。遺言で預言者ですって言ってたけど、同じヒロさんは、はい、もしそこで多分人狼かもしくは裏切り者だよね、うん、そう裏切り者のどちらかなんで、うん、ここで言ってもらった方がいい。確定があるってことで、ってことは、はい、一応僕さっき の、はい、投票で2番目に疑われてたんですけど、はいはい、それでも安本さん僕占わなかった、また言えないや、占わなかったってことは何か信じてくれるってことがあるからですか。杉山さんの方が疑わしかったから。リズムで言ってるけどなんか自分の意見を言わないようにしてるのかなと思ったから、一番分からないのです杉山さんと俺は思った、うんうんうん、どうですか、ひろきさん、はい、最初に僕疑いましたけどどうですか今になって。今は とりあえず葵くんのことは一旦保留しています。で、安本君が僕のことを人間って言ってで明かしてっていうのはとても信用できているんで、うん、安本が人間であるということを前提として僕が霊媒師で、うん、お兄ちゃんは、うん、人狼でした。なるほど。つまりここの3人は仲間として確定した方がいいんです。ここまで。そうだね。今のところはそれで。はい、僕に関しては疑う余地はないんだが、一個だけひろきさんに疑う余地があるとしたら、裏切り者の可能性はゼロではないだけは。まあそうですね。まあ、まあ、これも僕の遺言シリーズだと思います。そして遺言シリーズ。ちょっと待って、杉山さんとひろきさんが裏切り者の可能性がある。まだ拭いきれない、まあ。ゼロじゃないか。杉山さんに関してはないかなとはもう今の発言があるから。なるほど。そして僕がもう一つ気になるところがあったんですけど、役職持ちである野島さんをなぜ追放したのか、4人の方はっていうことです。ああ、それ知りたい。あ、そうだ。今まず4人、まず僕らね、向こうも言ってたから誰が入れてるか知らないと。そうそうなんです。まずここの3人ですよね。ともう一人いらっしゃいましたよね。あ、お兄ちゃんに。はい。投票した。そう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 。はい、最初。あ、投票した。もう一人4人4人のはずなんで。4人。ってことは木村君。あ、そうだ。そうそう。木村君か。そう、龍平。お二人はなぜ。僕は完全に兄弟の勘です。さっき感じない言うてたよ。一番ねトリッキーなんだよこれ。兄弟の勘で、これは読めない。だとしたら、はい、さっきひろきさん僕のこと疑ってたけど、はい、僕ではなく野島さんを、はい、野島さんのお兄さんを刺したっていうことは、多分人狼だって言ってることは多分信憑性高いですよね。だって人狼だとしたら人狼を追い出すことはしないですから絶対。そうですね。ああそういうことになりますね。そうかそうか、はい、まあそうですね。でもわざと分が悪いな、ここでそっち入れといた方がごまけるなっていう発想もあると、うん、あなるほどね。そうか、だから一応ここがクリアとは俺はまだ言い切れないなと思う、うん、ああそっか、うん、本数側はなんでヒロ葵くんが一番怪しいかなと思ったんだけど、人間のメリットのこと言ったから、ほら僕は人間だから一番役職がない僕がそのね退場する方がまだメリットがあるっていうのに、すごく僕もただの人間だから共感して、だったら同じ意見だな、俺もそこで立つんだったら同じこと言うかなと思ったから、もう矛先を急に、なんでか分かんないけど一番怪しそうな人今度こっちだなと思って。もう雰囲気じゃない。でも喋んない2人だったから、喋らない2人だったから、でも最後の投票って結構それあるから、喋、んない2人の中で同じ人間だから分かったんだよね。内容がないと弁明のしようがないんだよね。だそんだけそんだけ、僕も半ばやけくそで言ったんだけど、あれは本当、まあ、本当だけど、なんかできることなら人狼でも掴んでから知らないと出たくなかったから、一旦目は潜伏したかったんだけど、次がもう二旦目からじゃ勝負ダメだろ、多分絶対に次このままいくと多分僕が飛ぶはず、ね、僕が飛ぶ絶対やられますね。ボディーガードがさっき守ってるんだとしてもいけないし、そうですね、それが、まあ、ヒロキさんを守ってる可能性もあるよね。そうしてたら次はいけるかもしれない、ね、あ守れるかもしれない。ボディーガードが経験者だった場合はわざとそっち行ってるの。そうですね、あ、まあ、そこはせめぎ合いですけれども、キム兄やんがボディーガードだった場合は、場合は守られて誰も、あそうか、あそうか、もしくは王子が、でも王子がいた、王子ではない、そうか、王子でもなかった、だからもうそういうことね、もう違います、普通の人だったってこと、王子って言ってどうやって青い君目がいっちゃう、いっそ一回王子やればいいから一回王子ヒットね。いやここで怖いのは次のターンまた安本さんが生き残った場合、僕が生き残った場合、僕は誰を占えばいいかな、じゃあそう、そこなんですよ、僕はちょっと占ってほしいですけどね、まだ疑惑が残ってるので、
ただあ そ, うそういう意味で言ったら俺もそう。そう、ね、少したださっきなんかそのボディーガードさんがまず1回目に、あさっきは絶対に安本さんをかばいましたよね絶対ね、と思う、うん、普通にセオリー通りならね。そうですね、他に行く理由がやっぱまだないから、でも守られちまってるっていうふうに人狼が思って、食べに来てもダメって考えるから違うところに行くじゃん。その時僕が確定しろって実はヒロキさんの餌として実は差し出したんだ俺は。本当のこと言うとその時でも傭兵は発言、要は白確定2人が出るよりは1人減らした方が楽だから、でこっち行くかなというふうな二択でわざと名前を出した。なるほど。でもそっちも行かずにそこ行ったからとてもトリッキーで、傭兵が役職だった可能性はあったって、あるでしょう。それはそうか、そうか、まあボディーガード言えなかったんだもんね、でも今のところ出てるのが残り1分、今のところ霊媒師でひろきさんが出て人狼だったっていうのと僕が預言者ですよっていうのがあるから、まあ裏切り者の可能性もゼロではないし、なんとも言えないけど、あ裏切り者も忘れてた、役者だな、裏切り者。僕は人間です。どうしてどうして、カードにあったからですね。カードにまあ言うても僕はもう役職でも何でもないんで、まあ、だからもうここをもう軸に考えるしかない。もしそれでもう今出ないってことは死んでるか、もしくは人狼さんがなんかいい手立てがないって言ってとどまってる段階だと思うので、もしこのまんまここを軸にするっていうことがブレてしまったらもうこれ終わりですね。傭兵が役職だった可能性は高いってことか、何にもないっていうのをこんだけ。まあまあって感じですね、まあ、あとはもう演技力だよね、はい、投票の時間です。投票の時間です。人狼だと思う方にバラを渡してください。なんかね、仲間でも入れられる人だと思うんだ。恐ろしい。嘘、それで聞いたのかな。考えたくないな。なんだね今日は。わかんない。もでもタクシーの仮面だもん。完全な今。そうだね。本物、本物なのですよ。本物、本物だ。僕はね、愛を貫きますよ。愛を貫。なるほど。なるほど。静かな人狼、まあ、確かにね、今のターンで可能性が。何も喋ってない。これ珍しく積極的に行くと。結構最初に 1日目にグイッと安本に行ってるあなた、もうあとは迷ってるのは演技力だね。みんなの良平をまず落としとこうという心理が働いたとすれば、人狼役をやり慣れてない人の可能性がなかないだろうか。はあ、すか、本当に。ちょっと偉いことや。静かな狼もいるのかしらと。ですか。ちょっとね。いや、顔が。でもやっぱり、はい、僕もちょっと、はい、さっきの信念を貫こうかと。もしかしたら。はい。何個だっけ？じゃあちょっと聞いてみよう。あ、じゃあどうぞどうぞどうぞ。優しいな、優しいな、優しいのか。だっていいよ、いいよ。いやいや、ねえ、本当こんな、こんなとこで死ぬわけにはいかないんです。さあ、ここで三三になるわけね。これで三三になる。お願いします。分かった。そういうこと。分からないけれども、ちょっと論調をすごくリードしているのが若干気になるので、話を聞いてみたいのもあるっていう。あと2人、オイラと旦那さんとエグくん、エグちゃん入れてない。 あ、そっか、エグちゃんか。いいよ、エグちゃんが入れたらリーサルになる。あ、そっか、まだまだか。まあでも話聞いてみたいんで、 OK、 話聞いてみたい。んってことはもうだから俺は3を入れれば聞けるから、こうすればいいと思う。そういうこと、そういうことだ、そういうことだ。押した。
あら、不吉です。不吉。お前一軍上手だな。違う違う。やばい。素晴らしい。美術さん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 。いろんなサイバー。サイバースペースだから。美術さんからサイバースペースだから。サイバースペースの美術さんいないから。緊張感なくなっちゃう。全員の投票が終わりました。江口さん3票、野島健二さん3票、菅沼さん1票、畑野さん3票ということで、江口さん、野島さん、畑野さん、この3人の決選投票を行います。3名は前へ。よいしょ。さあ、では弁明をお願いいたします。江口さんからお願いします。そうですね、私は何の役職もないので、特に死んでもあれなんですけれども、まあもうちょっと人狼さんに不利な言葉を引き出せればよかったななんて思いますけれどもね。そうですね、あとはまあ生き残ったらそのあたりを頑張りたいと思います。はい、わかりました。では野島さんお願いします。はい、私も普通の人類人間なんですけど、一つ意外だったのは畑野くんがなんか意思を持って私に渡したのが意外でした。ありがとうございます。はい、では畑野さんお願いします。はい、このゲームが始まってすぐに木村君が畑野さんは人間だって言ってくれたのが嬉しかったんで、木村君がいなくなったことについ感傷的になり、人狼ゲームにもかかわらず反省文みたいな発言を全く発言をしなかったことを後悔しています。僕は人間です、お願いします。では誰に投票するか、気持ちの決まった方は手を挙げてください。 3,2,1 でいきます。 3,2,1 どうぞ。江口さんに指を指した方は手を挙げてください。1票。続きまして野島さんに指を指した方、手を挙げてください。3票。では手を下ろしてください。続きまして畑野さん、畑野さんに指を指した方は手を挙げてください。3票。では江口さんはお席にお戻りください。もう一度決選投票を行います。どちらに投票するか、気持ちの決まった方は手を挙げてください。江口さんも参加してください。では3,2,1どうぞ。野島さんに指を指した方は手を挙げてください。3票。では手を下げてください。畑野さんに指を指した方は手を挙げてください。5票。では野島さんはお席にお戻りください。本日追放されたのは畑野さんです。では別室へ移動してください。すいません。誰に向かって何の謝罪。謝罪はな、負けないでください。失礼いたします。ややこしい。なんだなんだ、何何どうかき回したぞ。何に対しての、何何何やったなあいつ。
畑野渉追放。ただまあ一つ言えることは、この人狼ゲームというゲーム的にも、あとまあバラエティとして考えても、もうちょっと喋ればよかったなっていうところが、反省すべきところですね。ついついゲーム中に感傷的になってしまいまして、はい、ただただ、反省しております。残るはこの9人。朝が来ました。皆さん目を開けてください。皆さん目を開けてください。昨夜人狼に追放されたのは、安本さんです。安本さんは何も喋ることができません。別室へ移動してください。何かに引っ張られたの。安本博樹追放。ですね、まあプレイングとしては一個ミスがあったかなっていうことと、最後の俺が置いてったお土産が火がつかなきゃいいなっていうふうに思ってますね。ケンジさんにとことん俺が指さしたってのがね、えどうなるんでしょうね。これ結構大変かもしれないですね。そう思います。はい。残るはこの8人。はい、霊媒師です。畑野は人間でした。意外。意外でした。意外だった。マジか。意外でした。マジか。結構票集まっちゃってたよ。マジか。どうしようかな。最後のあのごめんなさいは人狼の仲間に向けたごめんなさいだと思ってたんです。思ってた。俺もそう思った。完全にそう思った。思ってた。畑野さん。何のためにかき回してたんだやつは。あれかき回してましたよね。だとしたら、あ、まあでも人間って言っても裏切り者の可能性があるんで、まだ捨てきれないです。捨てきれないです。そうだ、裏切り者だ。最後の最後にかき回したっていう自分の仕事をしたのかもしれない。ってことは、じゃあまだ2人残ってんだ。でもただ、そう、ただ畑野さんにそのプレイができるかっていうことなんです。できるかっていう。裏できるぞ。すいません。どうなるかだよね。じゃあ。でも人狼し。ということ。最初に話題に上った方ですね。この方、まあ、俺はケンジさんに入れたけどね、確かに。ね、うん、ね。最初に見た方で、野島さんのお兄さんが人狼だったんですよね。そう。野島さんが、あ、そうか。そう、人狼だったんですよね。確定なんで。確定で。だって、うん、そう高橋さんが言ってたから。そう。で、しかも俺指さしてるからね。うん、で、あ、そうか。あ、そう。で、木村さんが人間ですか。人間でしたっけ。それは確認できた。あ、そうか、それ確認できた。じゃあ、人狼に噛まれた。で、畑野さんがかき回したどっちか。うん、そうですね。で、その3は、まあ、預言者。預言者。うん、間違いないですね。で、その預言者が絶対に人間に人間さん。人間と、だから、曽山さんと弘樹さんは信じていいんだね。信じていいんだ。スムーズにいけば、あと裏切り者の存在が厄介なんだな。裏切り者、裏切り者はいるの、あ、いるとじゃ分かんない。いや、もしかしたらいなくな、今ので今いなくなったかもしれない。僕ここまで来てやっぱり一番白いのこの4人だと思うんですよ。この4人が一番白いと思うんです。あ、まとめて、そう、あの発言とか、あの分析とか、自分の立場とかを総合した結果、僕が今自信を持って仲間だって思いたいな、ここなんですよね。ほう。それで、それで、まあ一番引っかかってるのは、兄弟でも同じ人狼を指させるっていう言葉なんですけど、人間性の話かな。人狼以前
にそっちのが問題だからね。人としてね。人としてのそれがちょっと引っかかってる。あと水島さんはどうですか。今の立場からして誰が一番今のところ怪しいと思いますか。俺は、はい、もう正直ここが分からない。だからどっちかが裏切り者、俺は裏切り者な気がしてる。いや分かんない。ちょっとごちゃってなってるんだけど、まあ、さっきそれでちょっと疑っちゃった。なんかかき回してる系はありますよね。なんかちょっとね。主導権というかね。うん、けどなんかさ、分かんないんだよな。それがだから解決に導くためなのか。そう、分かんないけど、でも喋るタイプだもん、うん。あとはもうどれだけうまく、仮にね、ここ4人の中だとしたら、うまくエスケープしてるのは、うん、結構生命力で高いから粘り強くやってる葵くんとか。と言ってもなんか。僕としてはあのさっきの同数 の、 あのもう一回やってた投票 の、 あの発言の中で、まあ、その文字研さんがこう自分がこう残るとか残らないとかのことよりもその畑野さんが自分にこう入れてきたっていうことだけを言ってたから、こう文字研さんが人間の場合、ここ今のこの投票で残ってどういうなんかメリットがあるのかもしくはないのかっていうのをちょっと今聞きたいなと思って、ね、残ったメリット、残るメリット、なんか面白い話がいっぱいできたらなとこれはどうなんだろう。水島さんちなみに今誰が一番怪しいと思いますか。うそそんな水島さんは俺見てもらったら分かるけど、このお二方完全白でしょ。俺ひろきさんと指差してんのずっと一緒なんですよ。でもそれ言うとね、野島さんも同じで指してる可能性もあるから分かんない。俺のことを指差した畑野くんと並んでる時、ずっと畑野くん、だそれだけを根拠にしちゃうとまた思い込みにもなっちゃうんですよ。ちなみに誰が怪しいと思いますか、菅野さん。全然分かんないの、それが。これあの本当に本当にで怒らないから言って。本当いや本当に分かんないここに行くじゃん、そしたら分からないプレーというのは人を混乱させる、つまり裏切り者もしくは人狼と思われても仕方がないです。でもね、2人をすごい信じてて、で自分が人間で何の役職もないっていうのだけは分かってるから、自分が指さすのと同じ行動を取ってる人はすごく信頼が持てるの。信頼が持てる。それはやっぱりね、ひろきさんなんだよね。だから指さすと毎回同じ人に指さしてるから、ひろきさんは絶対白なんだろうなと思ってる。ああ、まあそれはもう確定なので、僕は確定ですよ。おそらくこうだったろうってなった時の確定がここにあるんですよ。俺は役職ない、殺すんだったら殺してもいい。安本君が予言者だったのは疑いようが多分ないから、ね、この中に、はい、この中にもうあの裏切り者がいると思います。どっちかというと裏切り者がいるかなって思っている人がいるならば、それよりもやっぱ人狼だと思う方を指した方がいいと思うんですよ。どうですか、いると思います。役職の違うと何人残ってるのかがボディーガードがいてくれてるのか。ボディーガードがいればね、そもそもね、両兵が何だったか分かんないんだもんね。そうだ、だって結局守れてないんですよね。だから分かんない、裏を書いて違う人を守ったのかもしれないし、2人いたから今。あ、そうか。いやでもそうか、そうだよね、葵君のその推理でいうとそうだよね。いや俺ちょっと野次健さんがその野次弘さんに指さしてたじゃんっていうところで、でも俺ちょっと野次健さんが裏切り者ぽいなと思ってて、っていうのはそこも野次弘さん人狼だったけど、そこの人狼だったところに指を刺すっていうのは裏切り者だから分かんないじゃん。投票の時間です。だから刺せたのかなって思ってたんだけど、そこの裏切り者を含めてはちょっと流したんだけど、ただ葵君のその推理を聞くとちょっとただ瞬間だから思い込みが一番怖いんだよな。いやもう僕はもう思い込んでる可能性があるから。ちょっと俺今独断にしよう。今回そういろいろ甘勘しかない。こうなってくると自分の考え、自分の勘だね。甘勘。ちょっとみんな先にお願いします。はい、じゃあ僕、じゃあ先に、じゃあひろきさんに。野次健さんかなって思ってしまっている自分がいる。確かにもらっても悪い気持ちはしないですね。そうだ。マドンナですから、マドンナですから、そりゃね。野次だったら最高に面白くはなるんだけどね。じゃあ私はなんかね、近いと見えないです。大地、はい、じゃあちょっと俺話を聞きたい人がいるので、行きますね。畑野を追放するときに
僕が渡した直後すぐに渡しに行った葵くん、はい、でもともと一回疑っていたので、うん、はい、うん、僕も話を聞きたいというのであればここですね。まあまあまあ、うん、でも話せることないんだよね本当に。正直裏切り者、この人が人狼だったら裏切り者をそろそろ切りに行くかなと思ったけど、そういう流れがなかったんでっていうことになるのかなっていうのを僕は見ました。そう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 、うん、でもちょっと僕も、はい、ちょっと考えを変えます。話が聞きたいという意味で菅野さん、はい、そうすると僕と葵君になっちゃうから、ちょっと大地の意見も聞いてみたいっていう、まあ、自分の考えと周りを見た状況とっていうのがあったりとかしてでこれでね僕が人狼とかだったらこの状況を見てこっちかこっちに入れればやっつけられるんだけど、僕は人間だからそういうことはしません。こっちにして話を聞いて、これは多分正しい行動だと思う。全然怪しんでないんだけど、そうだけど人間なので潰してしまうことになっちゃうので、うん、全員の投票が終わりました。水島さん2票、野島さん2票、菅沼さん2票、葵さん2票、4人の決選投票を行います。4人はその場にお立ちください。そしてその場で最終弁明をお願いいたします。では水島さんから。はい、さっき僕が言ったのは、ケンジさんが菅沼くんに入れてそろそろ切るかなって言ったのが外れたので、そこでちょっと分からなくなったのはあるんですけど、あとはもううまく隠れてるとしか言いようがないなって思った時に、もうなんか消去法、うん、あそこ2人で正直迷ったけどっていうところはありますけど、もうここはだいぶというかほぼ間違いないからってなって、もう正直ごちゃごちゃになっちゃったんですけど、そんな感じです。ありがとうございます。では野島さんお願いいたします。はい、もう全然わかんないっす。でも私は人間なんですけど、今こうしてる間に葵くんがやたらと動いてるなと思いました落ち着かないんだな、はい、それぐらいです。ありがとうございます。では菅沼さん、はい、お願いいたします。結構、まあ、僕は自分が人間だっていうのは分かってるんで、特にね真っ白なお二方には今まで僕が取った行動を見てもらえたら絶対に悪い行動はしてないと思うので、それを信じてもらうしかないです。初心者はそれしかできません。ありがとうございます。では葵さんお願いいたします。はい、今のこういろんな皆さんの話を聞いていて、投票までの会議もやってみて、ちょっとヒントがつかめた気がしたんですが、僕はもう役職も持っていませんし、最初も言った通りなので、今後は何の役にも立てないかもしれませんけど、もし僕が追放されてしまったら高橋さん頑張ってください。ありがとうございます。では4名は前へ。では誰に投票するか決まった方は手を挙げてください。いきます。 3,2,1 どうぞ。水島さんに指を指した方は手を挙げてください。0票。続きまして野島さんに指を指した方、手を挙げてください。0票。そして菅沼さんに指を指した方、手を挙げてください。
2票。最後に葵さん、葵さんに指を指した方は手を挙げてください。2票。では水島さんと野島さんはお席にお戻りください。菅沼さんと葵さんの決選投票を行います。水島さんも野島さんもこちらの決選投票にご参加ください。はい、はい、あ、さっき、うん、できないよ僕らはしたいけどね。どちらに投票するか決まった方は手を挙げてください。いきます、 3、2、1、 どうぞ。菅沼さんに指を指した方は手を挙げてください。4票。葵さんに指を指した方手を挙げてください。2票。本日追放されるのは菅沼さんです。菅沼さんは別室へ移動してください。まあもともとねただの人間だったんで、僕がやられる分にはまだダメージが少ないと思います。好きな言葉は情熱です。ああそうか、そうか、やべえな。菅沼久義追放。いや結構ね最終の方まで残っていったんじゃないかなと思うんですけども、人に信じてもらうっていうのはなかなか難しいものですね。初心者なんで初心者なりに頑張りました。ありがとうございます。残るはこの7人。朝が来ました。皆さん目を開けてください。昨晩人狼に追放されたのは高橋さんです。ですよね。高橋さんは何も喋ることができません。別室に移動してください。霊媒師感ゼロですからね。荒ぶってるな。高橋弘樹追放。分からなかった。まあねこれ多分人狼にしてやられてるわけですよ。ということはテレンテクダの人だなみたいなことを現時点では思っております。非常に悔しいですが残った人間の皆さん頑張ってください。残るはこの6人。それでは今日も人狼を探していただきます。結局何か2名残ってんだ人狼が。とりあえずボディーガードはもういないいないと思います。いないのかな。この時点で言ってないし、もしくはその、うん、その前に前の端で高橋さんを守ったかだとしたらこの瞬間に言うはずですから。そうですね。そうか仲間が一人プラスされるんで言った方がいいってことですか。そう、今は言った方がいいですね。ひろきさんはさっき解放、はい、あ解放じゃねえや追放された、はい、菅沼がどっちかは分かってたってこと。そうですそれが分かんない。それが結局分かったけど伝えられない。そうそこがもし人狼だった場合は一人の菅沼さんが一人なんです。菅沼さんがでも人間かどうかが分かんないってことですね。でもさっきの理屈だと、うん、俺は菅沼は人間なんだろうと思ってたから人間だと思います。票が動いたんだよそれで。そうなんだな。そのもう一回決選投票した時に、うんうん、誰が誰を指したって聞いてもいいんですか。いいです。いいの、うん、どなたがと僕に入れた方は一番最初。俺は青い子入れた、うん、最初はそう、はい。あ、お三人方が入れた、うん、俺は私で、で、うん、2回目に入れた僕に入れた方っていうのは変わらず、うん、あれ変わらず、うん、僕は菅沼さんに入れます。俺もずっと菅沼さん。俺2回目は菅沼家に、うん、今日を変えた。動かしたってそう、動かしたんですね、
1回目の時に江口君がこっちだって判断してるのが分かったから、うん、俺確信がなかったから、うん、だから、うん、そっちの方が今票が割れてたし、うん、確実にした方がはっきりさせた方がいいのかなと思って、うん、えっていうことはでも結構、ね、あの答えをこう変えるっていうのは結構勇気がいることでもありますよね、うん、一応ね、うん、ただあのちょっと僕がその今はあの裏切り者がいたとしたらいたとしても今は人狼の方に、うんでうんそうね、裏切り者だから示しちゃいけないのか言った時にその提案した時にちょっといきなりこう豊永班がちょっと喋り出したんです、うん、あ何の時その僕がその人狼あの裏切りよりも人狼の方をまず潰さないといけないっていう提案をした時に、うんうんうん、こう今までそういう乗っかりっていうのがなかったんですけどちょっと乗っかってきた感じがあるなと思っていてなるほどほうほうほうどうなんだろう守りの体制に今この場で裏切り者がいるとすれば裏切り者はもう俺は裏切り者だから俺をやっちゃえば終わるよって言えるってこといやまだ言えないのまあかき回すことは可能ですよね、うんうんうん、そうですねそうかそうだからちょっと今引っかかってはいるんですあそうだ、ね、俺ねでも一番最初に青井君がさっき の, あの決選投票の時に、うん、最初にあの役職も何もないって言ってたじゃない、うんうん、だからさっきの話し合いの時にの段階で俺はそう裏切り者と人狼で、うん、だ多分人狼を見つけなきゃいけなくて、うん、で多分なんかでも裏切り者 の, その俺は匂いがちょっとしていたから、うんうん、だからその野次元さんと青井君どっちかなと思ってたんだけど最初から人間って言ってたから、うん、ってことは多分青井君は人間なんだと思うんだよ、うん最初にもし裏切り者だとしたら何か別の役職を言ったりなんてしてると思っててで俺はだからそう青井君は除外されてで俺の中で今杉山さんから大樹さんまでのお三方がちょっとまた今度いや難しいのは結構杉山さんは見てくださってるんですよ全体の流れをだから結構だから連席分析してくれて鋭い人があの怪しく見えるパターンもあり得るですけれどもそういうことか結局この時点でずっと潜伏してるのは野島さんなんですよね私生きてますね、はい、このままだと集まっちゃう可能性が高いんですけれども、うん、野島さんは今のところ怪しいなでも どうなんだろうでもこれで決まるんだよ結構僕が最初に疑わ、ね、すごく疑われてたけど、うん、江口さんも、うんまあ、途中から結構こう進め始めたじゃないですか、うん、でもその2人がずっと残ってるから投票の時間です投票の時間です人狼だと思う方にバラを渡してくださいそうかそうだよねちょっと待てようーんはい私はやっぱり何も見てて何も分かんないなと思ったから一番見えない一番近くて見えない人最初疑ったんですけどちょっと違うかなと思ったんですけどなんか最後までなんかたくさん喋る人残ってるなと思って、うん、多分まあでもな役職よりも役職の方が多分こ、うん、やりやすいんだろうけどでも残ってるんだもん、うん、確かに悪い気はしないまたさいっぱいもらって僕もちょっと今考えを改めまして何度かこういう形になった時にやられまんまとやられてる経験がありましてそのちょっと勘を信じてみたいと思います江口ちゃんおあ、はい、僕に入れてるということは2人は信じれるのでえ何を悪い気がする悪い気がするやっぱりまだ決めきれてない部分はあるんですがまだ自分の意見を疑わしいと思うけど言ってるかあまり聞けてないかっていう違いで一応聞いてみたいといううんそうかあ最後俺かここはまあでもこのままだと自らそういうふうにいかなきゃいけないっていうふうになるのはどうなのかなっていうのとそうかあとは最初やっぱり僕も
疑っていつつ自分の中でちょっとなんていうの別の人に向けちゃったっていうのがあったんで、そこから生き生きしだしたあなたに。全員の投票が終わりました。今日追放されるのは江口さんです。では江口さんは別室へ移動してください。何か言ってって。終盤は人は疑心暗鬼になるものでございます。でも一番あがいてる人がやっぱり一番行きたい人だと思うので、その人たちを信じてあげたらいいんじゃないかなと思います。頑張ってください。どういうこと、どういうこと、どういうこと、最後までこっちに向けたメッセージ、最後まで分かんなかったな。江口拓也追放。いやー、いけると思ったんすけどね。なんか最後の最後まで結局は分からなかったっていうのはやっぱりうまいなって思いましたね、やってる人たちが。でも最後になんかいい一言言えたかな、どうかなっていうのは分からないんで、ちょっとそこはこの後の展開僕も楽しみにしたいと思います。まだ分からないんで。はい、ありがとうございます。残るはこの5人。朝が来ました。皆さん目を開けてください。昨晩人狼に追放されたのは葵さんです。そしてこれによって人狼の勝利が確定いたしました。この場にいる人狼は水島さん、豊永さんでした。お疲れ様でございます。おめでとうございます。ありがとうございました。ガオ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 、おいしかったよ。ガオガオガオ。青井翔太追放。僕の一回目の勘を信じとけばよかったですね。やっぱりあの瞬間からちょっとね、豊永さんもいきなり喋り出したから、うわっ、ここでかって思って、なんで江口くんに入れてしまったんだろうと後悔です。タイミング的にはあのターンで自分に来るなっていう感じでした。襲撃される2ターンぐらい前からはもう自分だろうな、自分だろうなって思ってましたね。ただやっぱりその生き残っていくについて、いや、やっぱり利用されてるなぁと。で、生き残っていけば生き抜いていくほど怪しまれるから、はい、そこはちょっとなんで俺殺して、やっつけて襲ってくれねえんだよって思いながらやってました。今回もかって、はい。人間と人狼が同数になったため人狼の勝利。さあ、ゲームが終わりました。追放されていた皆さん戻ってきてください。ガオ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 。はガオ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 。グッジョブグッジョブ。何もしてないけど勝った。何もしてないけど勝った。美味しかったですか？いい味がしたよ。すごい。トッシーが歌う。さあ、江口さんから自分の正体を明かしていってもらっていいですか？面白く言って。ではどうぞ。人間です。次の方。ボディーガードです。痛恨。痛恨でしたよ。次の方。人狼だわ。
ワンイラッとされてる。次の方。はい、人間です。八つ当たり、八つ当たり。次の方。弟に殺された狼です。はい、次の方。はい、好きな言葉は人間です。人間やで。はい、次の方。本当しがない予言者でした。すいませんでした。いや頑張ってくれた。ミスプしました。はい、次の方。はい、人間です。そして、悲しみの王子です来た。すいません、悲しみの王子。王子だよ、王子だけは譲られる。君は浦和の王子でしょ。はい、それでは次の方。はい、人間です。そして裏切り者でした。なんでさ、これはわかんなかった。それは。はい、次の方。はい、霊媒師でございます。うさんくさいな。霊媒師夫人になる。はい、次の方。霊媒王子になりたかった。お前は違う。言わせてあげて。悲しみの人間です。はい、次の方。ジノです。うわ、怖い。うわ、怖い。いかがでしたか。ここが最初に、一番最初の夜にトッシーと大中さんは、はい、誰が良平をやっちゃおうっていうふうに言ったの。なんで俺だったの。俺です、うん、なんでなんでだよ。なんでだよ。ちょ、落ち着いて聞いてください。ご来心だから。大好きだ。そしてよく知っているからこそ、野次郎さんが追放されて預言者だと言い残していったので、このターンで預言者でボディーガードがガードしてようが追放されようが、そこでどっちの結果になっても、そういう議論になるだろうなと思っていて、でなんで安本さんが追放されるのはベターじゃないなと思って、もしじゃあその預言者どっちが本当のこと言ってるんだっていうのを考えるときに脅威となりそうな人で木村龍平。ひろきさんには行くっていう選択肢はなかった。え、ひろきさんに行くっていう選択肢はなかった。俺の中ではなかった。ああ、そう。ちなみに トッシーと、はい、大中さんは裏切り者は気づいてた。いえ、気づいてない。そして杉山さんは人狼この二人だなって気づいてた。確証がないけどこの辺のレンジだろうなっていうのは気づいてて、絞り、じゃあただ野次健さんが相変わらず読めなくて天敵ですね。読めなくて、だからそこはあえて生き残ってもらう方向でちょっと動いてました。お、実は皆さんからいただいたエネルギーでウイルスを除去することに成功しました。あとは皆さんを元の世界に返すためのエネルギーが必要です。どうでしょう、もう一戦してみませんか。なんでやりますか。サクッとね。やらないと返してくんねって言いますもんね。皆さんありがとうございます。次の試合も頑張ってください。追放者ルーム。追放された人は残りのバトルを観戦。よいしょ。なるほどね。確認ができたら目を閉じてください。杉山くん、そうだったな。誰を守りますか。今晩誰を守りますか。いきなり人狼を当てたのはかなり人間が有利になりましたね。いきなり当たるとはな。いやー、もうたまたまだと思いますね。さすがに一周目ですしね。特別喋らなかったわけでも、喋りすぎたつもりもなかったんですけどね。1日目夜。人狼の方目を開けてください。人狼の方目を開けてください。追放する相手を選んでください。追放する相手を選んでください。こちらの方でよろしいですか。こちらの方でよろしいですか。よろしければ目を閉じてください。よろしければ目を閉じてください。続きまして預言者の方は
目を開けてください。預言者の方は目を開けてください。今晩誰を占いますか？今晩誰を占いますか？こちらの方でよろしいですか？こちらの方でよろしいですか？こちらの方の正体はこちらになります。こちらになります。分かったら目を閉じてください。分かったら目を閉じてください。続きまして、霊媒師の方、目を開けてください。霊媒師の方、目を開けてください。昨日、追放された方の正体は、こちら。こちらです。こちらです。確認ができたら目を閉じてください。確認ができたら目を閉じてください。続きまして、ボディーガードの方、目を開けてください。ボディーガードの方、目を開けてください。今晩誰を守りますか？今晩誰を守りますか？こちらの方でよろしいですか？こちらの方でよろしいですか？よろしければ目を閉じてください。よろしければ目を閉じてください。2日目朝、昨夜人狼に追放されたのは木村さんです。あ、いきなりボディーガード。木村さんは何も喋ることができません。遺言すら。別室へ移動してください。何も言わないけどウィンク。とても想定外のことが起きました。なぜ安本さんがやられてないんですか、ね、多分それはボディーガードが守ったかと思ったんだが、うん、僕はしかもずっこいことに自分が預言者だからね、ずっこいことにヒロキさんしろって知ってたから確実に行くならそっち行くだろうと思ったの、ね、なのに良平が行かれてるからあやっと思ってます。多分今はボディーガードは誰を守った、俺かヒロキさんだと思う。なるほど、うん、っていうことになれば、あ、じゃあそれを交わしてっていうかもしれないし、僕はもうはっきり言います。僕はもう預言者です。預言者で、さっき今のターンは杉山さんが占いました、はい、杉山さんは白です。おお、人と出ました。当然私、はい、ひろきさんと杉山さんは白ということで前提で進めていただきたい。多分俺おそらくこれは遺言になる気がするんだ。そうですね。次を狙うとしたらそうですもんね。そうかすぐ殺されちゃったね。そして正解でした。くそ、言いたいこといっぱいあったのにな。しかも何も言えずに撤退という。ねえ、ヒント残して去りたかった。だよね。すごいおとなしいんでね、大樹。いや、なんか大樹さんだったら人狼になったらなんかもっと浮き足立つかなと思ったんです。頑張りすぎて。逆にね、うん。そしたら意外といつも通り。ねえ。意外だわ。僕が霊媒師で、うん、お兄ちゃんは、うん、人狼でした。なるほど。見てた。ここの3人は仲間として確定した方がいいんです。ここまで。そうだね。今のところはそれで。はい。僕はよかった。これで安本さん人狼だったらどうしようかと思ってた。裏切り者の可能性はゼロではないだけは、まあ、そうですね。まあ、これも僕の遺言シリーズだと思ってます。遺言シリーズ。大中君どう動くんだろう。裏切り者の可能性がある。まだ拭いきる、まあ。ゼロじゃないか。杉山さんに関してはないかなとはもう今の発言があるから、うん。そして僕がもう一つ気になるところがあったんですけど、うん、役職持ちである野島さんをなぜ追放したのか、4人の方はっていうことです。ああ、それ知りたい。あ、そうだ。今まず4人、まず僕らね向こうも言ってたから誰が入れてるか知らないんです。そうなんです。まず。ここの3人ですよね、うんうん、ともう一人、やっぱりケンジ入れてくる、投票した、そう、はい、投票した、もう一人4人のはずなんで、4人ってことは木村、そうだ、そう、木村君か、そう、良平、お二人はなぜ、僕は完全に兄弟の勘です、はい、しかもいつも当たるんです、当たるんだな、いつも当たる、これはでもずるいですけどね。人狼的にどうなのっていう、疑ってたけど、僕の、うん、でも逆に僕ケンジ読めないからね。あ、お兄さんをボディーガードさんがまず1回目に、うん、あ、さっきは絶対に安本さんをかばいましたよね、絶対ね、と思う、普通にセオリー通りならね、迷ったんだよね、他に、あ、そうだったんだ。理由がやっぱまだないから、だよね、やっぱり、うん、
でも守られちまってるだけど、万が一それで預言者行かれちゃったら取り返しつかないんで、ね、いやもう守るしかないな。餌として実は差し出したんだ俺は、コントロールで。その時でも良平は発言、要は白確定2人が出るよりは1人減らした方が楽だから、でこっち行くかなというふうな2択でわざと名前を出した。なるほど。でもそっちも行かずにそこ行ったからとてもトリッキーで、良平が役職だった可能性はあったって、あるでしょう。そうか、まあボディーガード言えなかったんだもん、うん、でも今のところ出てるのが、いきなり1人人狼いなくなったから人間が有利かなと思ったけど、いきなりね、良平くんがいなくなったからボディーガードを失ったのが大きいよね。人間がただ霊媒師が生き延びたんで、1人目が人狼って分かったっていうのは超でかいと思うんだね。それがでかいね。どうして、しかもこれを言ってるんで、カードにあったからですね。カードにあっても僕はもう役職でも何でもないんで、良平が役職だった可能性が高いってことか。何にもないっていうのをこんだけ、まあって感じですね。やっと喋った大樹さん。だって喋った時ってこういう中身のないことしか言わないんですよ。繰り返しみたいなこと、これ結局繰り返し。人狼だと思う方に本当は村のためになることもうちょっと言わないといけないですけどね。引っかき回してなんかね、仲間でも入れられる人だと思うんだ。正解正解。うん、それで聞いたの。損切りそうな。僕はね、愛を貫きます。愛を貫く。え、僕。なるほど。そっか、王子は追放からは守られない。ああ、そうだ。これで追放されたらもったいない。うん。でもみんなちょっと見当外れだよ。ちょっと。よしとこうという心理が働いたとすれば、霊媒師。人道役をやり慣れてない人の可能性がなかないだろうか。いやー、あーそっちに行くか。なんで言ったよ、あんたのさ、ビュアホワイトなんて言ってんじゃん。ああいうのって絶対当たるんだから。静かな狼もいるのかしらと。あらら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 、嘘だろバカ。うわ、王子なのに、王子なのにもったいないね。うわ、狼側としては有利なった。はい、僕もちょっと。これで畑野くんに乗っかったらでも逆に怪しいぞお前。あ、お、さすがだ。何個だっけ？ 1,2,3。 じゃあちょっと聞いてみて。どうぞどうぞどうぞ。優しいな。優しいのか。いいよいいよ。いやいや、ねえ、本当こんなとこで死ぬわけにはいかないんですよ。そうなるよね。そうだよね。これで3になる。お願いします。分かった。なんか大樹さんがあーすぎて逆に怪しみにくい感じになっちゃったんだよね。気になるので話を聞いてみたい。あとやってみた。いや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 、オイラとお願いお願い、ならせめて江口殺して。江口ちゃん入れてる。あ、そっか、江口ちゃんか。いいよ、江口が入れたらいい作品で。そう、江口くんどこ行くんだ。話聞いてみたいんじゃ。 OK。 ああ、そっちか。話聞けねえから、そこに渡しても3本だから、ね、だから俺は3を入れれば聞けるから、うん、そうこうすればいいと思ってた。そういうこと、そういうことだ。そういうことだよ。落ちた。あ、不吉不吉。美術さん、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 確かに最後緊張感なくなっちゃう。もう一人の入ってないじゃん、もうバカな。おお、人間同士でくそくそ。では、かわいそうだ。このゲームがすぐに悲しそうだよ。君が、畑野さんは人間だって言ってくれたのが嬉しかったんで、木村君がいなくなったことについ感傷的になり、人狼ゲームにもかかわらず発言を全く発言をしなかったことを後悔しています。僕は人間です。面白い。お願いします。上流では、誰に投票するか。俺で畑野くん指させるやつなんかいないよ。いないだろ、お前ら。畑野さんに指をさした方は手を挙げてください。またさらに決戦だ。ただそうなんですよ、畑野さんって村人だったとしても村の利益になりにくいんですよね。そうだよね。そうだね。本日追放されたのは畑野さんです。
では別室へ移動します。かわいそう王子辛いよ王子王子なのに。本当にすいません。誰に向かって何の謝罪。負けないでください。失礼いたします。でもそこで村人って言った方がいいんじゃん。村人って。あ何どう書き回した村人って言った。2日目夜、人狼の方目を開けてください。今晩は誰を追放しますか。今晩は誰を追放しますか。こちらの方でよろしいですか、うん、こちらの方でよろしいですか。人狼は安本を狙ったよ。こちらの方でよろしければ目を閉じてください。目を閉じてください、うん、それしかないよね。あとは江口と葵がどれだけ頑張って回して予言者の方目を開けてください。予言者の方目を開けてください。今晩ただ結局怖いのが、あの時指名された誰かが人狼じゃないかって思いがちじゃないですか。うんうん、そうだね。それが怖い。こちらの方の正体はこちらになります。こちらになります。よろしければ目を閉じてください。ようこそ死者の国へ。失礼いたします。いやー王子様。どうぞどうぞどうぞ。王子様。いやなんかねこっち見てくださいよ。種明かしを。え王子様。昨日追放された方の正体は。僕王子だったんですか。だから追放だから。でも最初に木村くんが言ってくれたの嬉しかったんですよ。絶対間違いないと思う。俺すげえ嬉しくて、それで安心しちゃってたのがあって、で、いなくなっちゃったのが、あまりにショックで。ショックで、もうね、言葉が出なくなっちゃって、その次のターンが。そしたらもう、やっぱね、怪しまれちゃって、静かにしてるから、怪しいってことで。俺がいればね、いや、でも花野様って言えるけど、いないとね。いや、だから最後に立った人全員人間なんです。そっか。しかも裏切り者ですらないんで。こう厳しいかもしれないです。なるほど。今怪しまれてるのは人間だけなんだよ。すごいですね、そう考えたら、うん、霊媒師の方目を開けてください。霊媒師の方目を開けてください。昨日追放された方の正体はこちらになります。こちらになります。確認ができたら目を閉じてください。目を閉じてください。3日目朝。中さんすごいじゃん。朝が来ました。最初に人狼来たからもう人狼ダメかなと思ったら完全有利になった。はあ。もう俺だってもう涙出てきちゃって最後泣きそうだったもんね。ここでずっとかわいそうかわいそうってずっと言ってて涙出てきちゃう。こんなに疑われることがしんどいかと。自分が悪い役だったら良かったのになって思いましたよ本当に。まあね、納得できるからね。そうなんですよ、うん、ただただなんか傷ついちゃう。そうだよ、それはもう。安本さんは何も喋ることができません。ちょっとなんか神々しいな。そっか、あ、そっか、これはもう人狼にやられたっていうことなんだよね。そう、食われちゃったら喋れないですね。いや、きっちいなぁ。そっか、始めていい。始めていいですか。さあ、これね。はい、霊媒師です。はい、パタノは人間でした。ええじゃねえよ。意外でした。そう言ってんの。意外だった。マジか。意外でした。意外じゃないじゃん、ずっと人間だって。マジか。どうしようかな。みんなびっくりしてる。何も書き回してないな。仲間に向けたごめんなさいだと思ってたんですけど。思ってた。俺もそう思った。完全にそう思ってた。あ、そっちか。そっか。だから最後村人って言ってよかった。そっか。人間って言うの忘れました、そういうの。だとしたら、まあでも、人間って言っても裏切り者の可能性があるから。そっか。そっか。捨てきれないです。そっか、人間って言わなきゃいけなかった。そうか、なるほどね。ってことは、じゃあまだ二人残ってんだ。でも畑野さん、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 そんな器用なことできるかな。それが分かってんだよ。すいません、すいません。ミスったな。安本君ごめん、僕だった王子。
本当か、追放されちゃったから。わ、でも人間っていうの忘れた。そうなんだ、ケンジさんが人だったんだよ。さっき決戦投票した人全員人間でしたね。最悪の時代。あ、トッシーか、なるほど。まったくやべえな、杉山さん俺余計なことしたらミスプだな、これあーそうか、そうか、人だけど、そうそうそう、裏切り者だからね。うわ、こっから先多分杉山さんが転じると思いますよ。あ、今いなくなったかもしれない、うん、僕 ここまで来てやっぱり一番白いのこの4人だと思うんですよ、うん、ああ、一番白い、ね、両兵をね刺したのがうまいなと思ったんだよな、ね、よう来ましたね、分析とか自分の立場の総合した結果、だから俺とヒロクさんが二択になってたから逆にそこ外していったんでしょうね。大したもんだ。兄弟でも同じ人狼を指させるっていう言葉なんですけど、ごめんね、それ俺の余計なお土産なんだ置いてっちゃいけないお土産なんだ、そっちの方が問題だからね人としてね、人としてこれがちょっと引っかかってる。あと水島さんはどうですか、今の立場からして。そうで、ね、あのケンジさんの傘に隠れて大中が目立ってないから、そう、確かに大中さん綺麗に隠れてるんですよね。最初はね喋らないから怪しいだったはずなのに、それが当たり前になってきちゃった。そうそう、人が減ってきて、ちょっとごちゃってなってるんだけど、まあ、あと俺が出した白の一人に裏切り者が厄介なんですよ。ああそうか、俺はもうみんな信じちゃってるから。あと次のターンで確実にヒロキさん死ぬしね。そっか、霊媒師、うん、あとはもう野次健さんがこう自分がこう残るとか残らないとかのことよりも、その畑野さんが自分にこう入れてきたっていうことだけ言ってたから、うんうん、こう、うわー、これ俺のお土産よくない、よくない聞き方してる。ここ今そっか、葵君は普通の人なんだもんね。普通の人でこんだけやってるっていうのが江口君とはすごいな。いや、初手で両兵積もったやつがすごいわ、本当に。ボディーガードはなんかね、やっぱり。水島さん、ちなみに今誰が一番怪しいと思いますか。うそーそんな。ああ、もう味方で食い合いが始まってしまう。あ、これはこのお二方完全白でしょ。俺ひろきさんと指差してんのずっと一緒なんですよ。それ、そうなんだ、ね、野島さんも同じで指してる可能性もあるから、うん、そう、こうやって見ると杉山さんがなんか怖いな、うん、うん、だそれだけを根拠にしようとまた思い込みにもなっちゃう。うまいね、ずっと入れてくる。いや、うまいね、杉山さんはやっぱゲーム、ゲーマーだね本当に、本当に。でも怒らないから言って。あ、本当怒らないから言ってここに行くじゃん、そしたら。なんで怒られるんで。わからないプレーというのは人を混乱させる、つまり裏切り者、もしかしたら江口受けの真似を。でもね、二人をすごい信じてて、スガポンとヒロキさんと翔ちゃんが確実同じ人に行かないと負けてしまう。俺は役職ない、殺すんだったら殺してもいい。待て待て、スガポン、まだもうダメないと思う。ないかな、この中に、はい、この中にもうあの裏切り者がいると思います。どっちかというと裏切り者がいるかなって思っている人がいるならば、それもやっぱ人狼だと思う方指した方がいいと思うんですよ。どうですか、いると思います。役職の違うと何人残ってんのかが分かんないって言ったさ、ボディーガードがいてくれてんのか、ボディーガードがいてくれてるのか、ね、またそうやって違う話に残ってくる、うん、いや、杉山さんうまいね、結局守れてないんだ。やっぱね、この方は根っからのゲーマーなんだよ。2人いたから今、あ、そうか、でも未だにチームだ。しかも世代的にアナログゲームも絶対触れてる世代だからな。野次健さんがその、野次健さんに指さしてたじゃん、うん、っていうところで、でも俺ちょっと野次健さんが裏切り者、トシコはこれだけ喋ってないのになぜ。そこも野次郎さん人狼だったけど、うんうん、そこの人狼だったところに指を刺すっていうのは裏切り者だから分かんないじゃん。投票の時間です。だから刺せたのかなって思ったんだけど、最後ギリギリにぶっ込む。バラを渡してください。トシもさすがだね、役者なんだね。僕はもう思い込んでる可能性があるから。翔ちゃんが、でもこの翔ちゃんのリードがうまくいけばいいんだけど、まあ、しょうがねえか、怪しく見えるもんね。だからなんで翔ちゃんにもらうとみんな喜ぶの。おかしいな。いや、なんか江口がもらってる時いいなって余裕あんだよな。じゃあ私が、さっきの健さんの勘が近いと見えない。この人えらい強いんだよな。すごいな。大地、はい、じゃあちょっと俺も話を聞きたい人がいるので、いきますね。
それでようやくしてるんだ。ハラノを追放するときに僕が渡した直後すぐに私に言った葵くん、はい、なるほど。ダメよダメよ、そこダメよ、そこ仲良くして、うん、友達だからそこ、そこ友達なの。話を聞きたいというのであればここですね。まあまあまあ、でもお前は何をしてるんだ。全員になっちまうぞこのポンコツが。これはまずい。話が聞きたいという意味で、はい、だってどっちが言ったっていいんだもんね。そうか、うまいね。そうはない。大中の意見も聞いてみたいっていう、うん、あの、まあ、自分の考えと、奇跡起きるか、奇跡起きるか、知らないんだもんね。知らない、裏切り者は知らない。これで投票権が1個人狼減ってっから、こっちにして話を聞いて、これは多分違うんだよ、それ投票権減るんだよ。だと思う。4名は前へ、うん、では誰に投票するか。味方に超理屈屋がいないんですよね。味方に超理屈屋がいればまたちょっと流れが。ひろきさんが頑張るしかねえな、これ。これが。いきます。こいつもかん、なんかもう大きい子が。大きい子頼むぞ、大きい子頼むぞ。どこ行く？いや、向いてる方向が。どうぞ。大きい子。水島さんに指を差した方は手を挙げてください。僕らの村が。ゼロ票。本日追放されるのは菅沼さんです。菅沼さんは別室へ移動してください。あー辛い、自分の愛する村が滅びていく様を、ね、ただの人間だったんで、僕がやられる分にはまだダメージが少ないと思います。好きな言葉は情熱です。なんでだよその最後のおまけ、ま、しかも見てるカメラ違えなんでおまけ見てる。そうなんだよな。3日目夜、いやここで奇跡的にミス、なんかひろきさんをあえて残す方向にミスってくんないかな、行ったらいいけど、まあでもさすがに食べちゃうね。人狼の方目を開けてください。人狼の方目を開けてください。誰も嘘つかずにこの流れだからな、嘘つく意味ないよな。トシが一番誰を追放しますか。うん、そうだよね。こちらの方でよろしいですか。早手サインするんだ。こちらの方でよろしいですか。どうやってみんな、いやひろきさんすげえ頑張ってくれたのに。流れ的に大体わかるでしょっていうのもあります。あーなるほど。霊媒師の方、喋りすぎてもねダメだ。そうなんだ。ただの人間って何を喋ればいいかもちょっと難しいですよね。そうそうそう、絶望的な答えを聞きますよ。こちらひろきさん。キッチン、そしてそれを伝えられずに去る。そうなのよ。そっか。続きまして、誰なのよ、ね、分かんない。俺が余計な水まいちったよ。こちらの方でよろしいですか。ほう、大中よ。あ、そうなの。大中都市。うわ、分かんない。ここが、ここが全く疑われてないですよ。そう、俺がそこ白出しちゃったんだ。裏切り者。うわー、うまいね。王子、王子、王子が出たな。追放されちゃった。すいません。長野の王子。すいません。4日目朝、人狼側が裏切り者が生きてることに気づって名乗り出て数の暴力ってこともできるんで、はあ、そうですね。昨晩人狼に追放されたのはというか杉山さんは人狼がまだ2人いることに気づけば、うん、そっか勝ちだ。ただ杉山さんこの感じまだ人狼気づいてねえかもしれないな。多分そうなんです、うん、高橋さんです。ですよ、そうだな、しょうがないな。高橋さんはただこれ言っちゃっても杉山さんの場合別に。お疲れ様です。お疲れ様、ごめん、すいません、ごめん、俺が申し訳ないです。やられちゃったか。俺がスタートでやってるんですよ。あ、そう、申し訳ないです。本当 に白出し俺杉山さんにやっちゃったんですよ。杉山さん、うわ、そうか。え、葵は真っ白で人です。マジか。だからずっと人狼じゃない人を疑っていく流れになっちゃってね。結構決戦投票に上がってるのが全員人間なんですよ。だから在中 の, あの潜伏がうまい。大中さんうまく隠れてるんですよ。っていうか、あのみんなが大中に注目をあまりしてない。そう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 。脅威 に感じてない。興味を持ってほしいんですよ。空気になってるもんね。投票の時間です。投票の時間です。あ、これはきついな。人狼だと思う方にそうだな。そっか、そうだよね。ちょっと待ってよ。あ、トシは今乗った手でお届けしてますね。あいつも勝ったと思ってるよ、はい、ね、まあ、だってエキセントリックですね。エキセントリックです。人狼2人いるんだもんね、まだね。人
どうして裏切り者の人裏切り者の人、うん、有利ですよ。野次さんも大中さんも村の利益になることあんまり言ってないのに、本当に最初からでもあの結構何ターンか前からずっと疑ってますよ ね、 そう 大中さんを疑ってるんですよ。野次健さんは読みはあってすごくそれをアピってほしい、ね、みんながそれに続いてくれればね。勘は鋭いんだね。すごい鋭い。勘だけだね。勘だけの人なんだね。あ、翔ちゃん、あ、中島仲間だよ、仲間だよ。翔ちゃん、その人はのっぽな人だよ。ただののっぽだよ。背の高い人だよ。弁が立つんだよ。で、年がやっつけに来るよ。いや、怖い。ここ怖いっすね。何度かこういう形になった時にやられまんまとやられてる経験がありまして、そのちょっと勘を信じてみたいと思います。エグちゃん、うわー、ね、そりゃそうだ、そりゃそうね。俺でもそうするわ。うわー怖い。僕に入れてるということは二人は信じれるので。え、何やってんの。そんな何をやっているんだ。悪い気がする。悪い気がする。悪い気がする。翔ちゃんに笑ってたけどリアクションが違います、ね、あのポンコツ。まだでも分かんない。ミラクルが杉山さん分からない。杉山さんがミスるっていう可能性もないとは言い切れない。知らないんだもんね。知らないんですもんね。あまり聞けてないかっていう違いで一応。おっ、おお、やった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 。杉山さんが勘違いしますね。来た、いいですね。裏切り者、あ、最後俺か。裏切り者が英雄。違う、これでリーサル行くんじゃないか。でもあーそっか、あーそっかそっか、これで江口に入れちゃうんじゃない。入れちゃうもんね。自らそういうふうに貯めてるもんな、わざと。でももうこれで終わりなのか。あとはこれで終わっちゃうもんね。これで終わりですね。終わっちゃうね、この日で。人数的に。うまいな。別の人に。最後の最後で急に動きましたね。うわーすごいな。村の重鎮が動きましたね。役者さんというか、あれだけ全く動かなかった男が。全員の投票。ちょっと余裕が出てきた、ね。余裕が出てきたね。今日追放されるのは江口さんです。あー江口くん。まあよくここまで残ったよ江口が。4日目。夜を待たず、あ、でもこれ面白いな。人狼の方、追放でもう完全にリーサルで人狼側の勝ちですね。今晩誰を追放。悪い顔してるよ。悪い顔してる。悪い顔してるよ。誰誰、こっちか、こっちか。あー、もう悪い顔してるよ、トシ。もう悪い顔してる。トシ、悪い顔してる。王子様だぞ。完全勝利になっちゃう。自称王子様だぞ。本当の王子様はこっちに行く。王子様は追放されちゃったよ。ただ、干渉に浸りすぎてし、喋れなかった。預言者の方。ここに答えがあるよ。え、江口くん、ごめんね。え、もう終わりだよ。完全に裏目に出てるんだ。そうなのよ。俺も疑いがね、敗北です。全部が全部負け確です。なるほどね。グーこちらになります。グー最初はなるほどね。よろしければ5日目。朝ソースは少ないから言えないよ。まあね、余裕か。あいつですそして、あー悔しそう。これによって人狼の勝利が確定いたしました。やった、これ悔しい。まあしょうがない、見事。なんちゅう顔だよ。なんちゅう顔だよ。腹立つな。腹立つ。マジか、マジか、マジか。この場に人狼は、そうか、水島さん、豊永さんでした。お疲れ様でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。野次さん的には合ってたじゃんっていう。そうなのよ、誰も疑わなかったんですよ。ガオガオ、この二人に言ってたらまた変わりましたもんね。人狼一人を犠牲にして人狼二人と裏切り者が生き残ってるっていう、もう完璧な。怒ってるよ、おこだよ。あ、おこだ、おこだよ。じゃあおこだよ、翔ちゃんがよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、賢者のコーダと AI のクリスでした。ありがとうございます。二人合わせてバカだけやったぞ。クリコーダーではない。クリコーダー、クリコーダーでは、はい、二人で上から見ておりました、皆さんのこと。なるほど、そうです。いやいや、どうでしたか。本当に怖かったです。いや、語りが出てこなかったのが誤算でした。なんかね、初日に人狼をしっかりと
追放したにもかかわらず、そこからずっと人間が追放されまくり、最後までそこ無傷でしたね、2人はね。そして裏切り者まで最後隠れていたという、すごい本当に完敗ですよ。いやでも初日が4人の決戦投票から始まって、はい、なんとか人狼入っていたんですが、預言者も入ってしまい、そこに、うん、そして最後、あ、人狼がもう一人入ってましたね、はい、葵さんと、はい、最後豊永さんも入ってましたんで、はい、あの4人に実は2人人狼がいた。でも1人の預言者も入ってしまったんで、こう言わざるを得なくなってしまったっていうのはね。だから僕に入れた人ってあの時誰だったんでしょうね。ねえ、実はそういうところをね、うん、本当は知りたいですが、後ろ向いてるから分かんないんですよ ね、うん、ね、誰かがね、 こっちの人間がそれを確認してね、次の日にやっぱりお伝えしなきゃいけなかったとかあったかもな。そうですね。あと俺も忘れてたけど、ばらけさせるって言ってやった人たちも実は覚えておいた方が良かったのかなって気がした、うんうん、あ、なるほど。本当はメモを取りながらやりたい。そうなんですよね、うん、でも、うん、そこからで預言者出会ったんですが、はい、裏切り者を初日に見て、もちろん人間と出ますから、はいはい、でもそれに関しては途中までプレイング見てたんですけど、裏切り者感なく動いてくれていたので、もう人間あんまり計算的には間違えてなかったかなと。全然全然問題ないですね。やっぱり人間がね、いっぱい知れるってことはいいことでしたから、結果そこに投票も集まりませんでしたからね。うん、預言者はとてもとても信用されましたね。うん、だ語りが出てこなかったっていうのが一応初日人狼が死に際に一応、死に際のあれは死に際のあれは何の意味も持たない。ただ結果的に霊能者が出ざるを得なくなってしまったっていうのが、うんうん、もしかしたら敗因の方向に行ったのかもしれない。ああ、よかったかな。意味は。そうなんですよね。結構決戦投票がなんか多かったんですけどね、うん、結構畑野さんの追放シーンがちょっと涙なしに見れなかった、うん、ちょっと僕も泣きながら後ろ。あれ人狼も悲しかったです。そう、しかもですね、あの時そう3名いらっしゃったんじゃないかな、うん、決戦投票に、うん、で3名とも人間だったんですよね。そうなんですよね、うん、しかも1人だけ王子だったっていう。そうなんですよ。でもなんかその去り際に、はい、もうあまりのショックで人だっていうことを言わずに頑張ってくださいって言っちゃった。それもまた混乱しちゃったんで申し訳なかった。裏切り者なんじゃねえかと思って。完全に裏切り者だと思った。もう僕はもう木村くん、なんか唯一のなんか絶対心みたいな感じで勝手に木村くんがいなくなったことがあまりにショックで、その考えはもう捨てるんだ。信じた人がいなくなっていって、自分も死んでね、結果的に人だったけど、それが悪者の可能性だってあるんだね。そうか。本当そうですね。王子っていうのは実は夜に一回襲われても、うん、追放されないという特殊ルールが今回あったんですけど、うんうん、王子発動見たかったな。昼にね、追放されてしまうとどうしてもそれは使えなかった、うん、ということなんで、次のゲームでまた現れたら面白いかもしれないんで、うん、結構最後の方にみんなが言ってた、私は役職を持ってないので追放していいですみたいなことを言うと、それはもう後半は何も関係なく人間がどんどん行ってしまうだけなんで、もちろん役職が出た後にはもう人狼ももちろんそれ行っていきますんで、はい、かつ何の役職も持ってない人は王子の可能性を秘めてますんで、王子はそんな王子後継者はそんなこと言っちゃいけませんよね。そうなので、絶対追放されたくないですぐらいの方がいいかもしれないですよね。次はね、強気強気にね行ってもいいんじゃないでしょうか。ちなみに人狼のお二方は、はい、初日にいきなり仲間を行かれたわけですが、はい、結構ショックがあったんじゃないですか。はい、そうですね、僕ら二人とも初めて人狼をやることになったので、はい、うん、正直大中さんか先輩だぞお互いに思ったんですよね。すいません、はい、ですね。でも結果それがね、そうだから、ヒロさん頼む、ヒロさん頼むって思ってたけど、はい、でもとっさの判断の時にすごい整理をきちっとできてたからよかったのと、あとはうまく散らしてくれたっていう部分がやっぱりすごくうまかったかな。人間側が勝手にくるくる回ってた感じだもんね、うん、そうですね、ここにいたからね、ちょっと疑い合っちゃった感じで、本当にこれはもう一番長く俺あの部屋で見てた人間として言わせてほしいんだけど、はい、やっぱり頭にも言ったけど喋らないは罪だよ。喋ってないもん基本、やっぱり2人、ね、特に中盤までと。なるほど、大中さんは一番最初そういう目でいけたんだよね、うん、確かに、ね、そうなん、結構最初に疑いの目を もう、うん、やべ、2人すでに持たれてるじゃんって思ったんだけど、なんとかね、全部かぶってくれたというか、ね、もう兄弟で潰し合ったのが、いろいろなものが煙に紛れたっていう感じがあって、あとは多分僕が意地でも健二さんを指差し続けたのが、刷り込まれたのも、多分良くなかったと思う。うんうん、
あと僕は葵くんにもちょっと隠れ身になってたというか、葵くんが結構率先してやってくれてたんで、そこに乗っかる形で。絶対トシは最後にやっちゃえばいいやと思ってたもんね。そうですね。最後の時にもう正直だから、その時点で王子じゃなければ勝ち確定だったんだけど、なんか俺はもうとりあえず人間は確定なんだよねなんて言ってて、ちゃんと杉山さんにしようと思ったら違う。そう、大中さんが杉山さんって言ってたの。隣だよ。俺も王子とあと裏切り者を懸念していて、で裏切り者の話題を出したんですよ。みんなの流れが裏切り者は誰だに行けばいいなと思って。そしたらで野次健さんと葵くんって俺はなんとなくやったんで、当たりをつけてた時に杉山さんが割とそこでも動かず静観なさってたんで、あ、もしかしたらこれ杉山さんが裏切り者なんだ。逆にそっちに働いたんだ。なるほど。逆のちょっと考え方です。なるほど。あと僕のターニングポイントだったのは、江口くんに入れて江口くん追放した時、そうだね、自分が生き残りたいという動機が生まれてたので、そうかそうか、あ、確かに生きるんですか。これがもう完全に、自分が検事さんに出たら自分も最終決選投票に残っちゃうから嫌なんです、ごめんねでできたから、クケケケケっていうのは表に出なかったっていうのがあったのかなって思ってますね。だからまさき次俺疑われと思ってたの。次そうだね、絶対そうですね、うん、人狼はねもう決めに行くことは全然もうあの時点でほぼ勝ちが確定してたんだね。2票があるからね、はい、強い。なんで人間もね結構勇気を持って決めに行くっていうのは人狼は一番嫌ですね実は。決めてこられる方が、決選投票にすると結構逃げてましたからね、決選投票になって水島さんは結構外れてましたもんね。そうなんです、ゼロ票だったから。あれをバシッて決められたら絶対嫌ですよね。いやあれ怖い。決選投票にいたずらに行くのって決してよくねえと思うんですよね、うん、そう、実は人狼は1回なんか票をリセットするようなもんなんで組織票が働いてしまうので、結果的にこっちにそう人狼が2匹残ってる場合に決選投票に持っていけば持っていくだけうまく回せるから、あ、そうかそうか、操作しやすくなるんですね。結構勇気が必要ですけど、決めに行く勇気も、まあ、みんなが買ってあげないといけない部分もありますけど、それだけを疑うんじゃなくて、そういうのも必要かもしれませんが、クリス君はどうでした、どこが見どころとしては。いや最初 あの自己紹介の豊永さんが、まあ、人狼だっていうのをこっちサイドでは知ってての自己紹介だったので、すごい最初緊張されてるのかなと思って、でもそうじゃなくて、そういう風なお芝居をして、でその後本当に最後まで残るっていう煙に巻いたのは結果的にそうか、はい、そこから始まってたんだなと思うと、あのね感じは人狼であえてやっていたっていう、素晴らしかったな。どうだこのいじられ方どうだ。なんかもう映さないでください。なんか恥ずかしかった。恥ずかしかった。もう分かって、でも最後に僕は人間ではありませんって言ったのは半分マジです。やべ逆だと思って、やべ逆だって、すごい正直もんでしたね。ちょっと面白くなっちゃった。僕は分かって見てたから、エキセントリックカムフラージュだな。なるほど。一番恥ずかしい。やるな。はい、そして結構裏切り者難しかったと思いますけど、なんかしかも人間と言われてしまったから、どう動いていいのかっていうのは結構難しかったじゃないですか。一番最初のそのね、できるだけあの嘘をつきてくださいみたいな流れだったんで、誰もその流れじゃなかったので、逆にここでなんか変なこと言うと悪目立ちしてしまうなっていうのがあって、なんか人って言われると、そうか、裏切り者は逆に嘘をつきづらく。でもあそこで2日目でしたっけ、こう人間ですとこう言ってもらって、霊媒師ですと、横から高橋さんが出てきた時に霊媒師ですって言ったらちょっとパニックですよね。そしたら俺はもうなんか、あ、俺もやばくなるなと思いますね。まあ、結果分かるんだけど、そうですね、どっちも霊媒師が人間って言われてるとかっていうのを、じゃあどっちかはでもね、偽物なのに残さないといけないみたいな、結構それはそれでね、そうすると人狼側はやりやすくなりますよね。どっちか裏切り者だっていう、そうです、そうです。しかも初日にね、追放した人を、高橋さんはもちろん人狼だと見たんで人狼って言いましたけど、いや人間だったよとかっていうと、もう訳が分かんなくなってきますよね、そういうのも一つ動きとしてはあったかもしれないですね。まあ、でも最後まで残ってね、しっかりね、勝ちには勝ちましたからね。すごいですよ。いやまあでもね、僕は高橋さん あの夜を見てたんですけど、あの夜霊媒師ってこう人狼とか人間って言われるわけじゃないですか、うん、もう人狼の時にすごい嬉しそうな顔を高橋さんされるんですよ。一回だけで、その後人間人間って見られたんですけど、見るたびにすごいこう
もう葬式のような顔になってしまった。すごいしょぼーんとされるんです。一番最初にあの選挙結果を知れるわけです。そうです。しんどい役どころですよ、ね、霊媒師が、ね、一番見られたくない役です。夜に、うん、あの、うん、畑野さんが追放されてそれを人間と知った時のもう落胆さがだよなっていう、こうね、みんな賭けだったもんね、うん、すごい。結果的にでも2人とも人間だったしな。そうなんです。それを見て最後自分もいなくなってしまうというちょっと辛い、うん、もう言いたくてしょうがなかった。残殺される村を最後まで見てくる。一番見えちゃうっていうのは辛いところでもありますよね。す見えるというのはね。はい、いやいや、でもね、でもまたもう一戦ありますから、もう同じカードを引くとはもちろん限りませんが、今こう一戦やって何